はい。神谷さんどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はまた質問収書なんですけれども、自動車 EV 化をめぐる、めぐる我が国の政策に関する質問書ということで、はい、EV の課題になっていますで。これ質問の最初なんですけども、はい、私も思ったんですけども、最近ちょっといろんなニュース見てると、はい EV 日本,日本だけじゃなくて、EV 最近ちょっと調子悪いぞと、あま売れてないんじゃない、はい、っていうニュースが目立つようになってきてるんですけども、ねはい、ちょっと日本ではまだまだ、あの、コマーチャルとか見てても、はい、まだまだ EV 推しの雰囲気があるんですけど、うん、この辺政府どういう感じで捉えてるんですかっていう質問だと思うんだけど、はい。日本どうなんでしょういや、だから答弁は別に EV これからもいけます、みたいな感じですけど、<laughs> まあ我々当初から言ってますけど、いや、無理ですと。<laughs> はい。雪国とかでやるべきじゃないし、全然エコじゃないし、 はい。コスばかりかかるのと、あとは EV は、やっぱり、あの、日本の内燃機関の強みが活かせないので、はい。それこそ EV に特化する必要ないんじゃないですか、というふうな形だけども、もう国際約束で決めてきちゃってるので、 はい。だからそれでも日本っていつもそうなんですよね。一度決めたらやりますみたいな。いつも大東亜戦争末期状態になるんですよ。はい。<laughs> あの、負けてるからやめましょうっつってもですね、いや、もう行くんだっつって、いやも、もう、兵舎もできないし、兵も合肢しております。ね、感染病も流行っております。あの、ね、でなってるのに、いや、行くんだっつってですね、で、多数の死者を出したわけですよね。や、だからあの、状況変わったら、作戦変えろと。いう、それができないようになってしまってますよね、と。 いうことなんじゃないかというふうに思います。だからまあ、あの、実際にヨーロッパの方でも、はい、えー、ダメですし、まあ中国は頑張ってやろうとしてますけど、実際かなりですね、もう在庫がダブついてるというふうなデータもあって、もう早いところ情報を取れば、あちょっとこれから EV 難しいよねっていうことなんだけれども、日本はまだまだ行きますという感じですね。 そうですね。なんか、車会社、日本の車会社のニュース見てても、なんかまだまだホンダとかは EV 頑張りますって言ってるし、とはいなんかドイツとかアメリカの車会社見ると、なんかね、EV 生産を落としたりとか言ってるニュースばっかり入ってくるんで、これメーカーも大丈夫なのかなって、本当心配になってしま,いま、ね、うん。そうですね。まあ、国の政策がそうだから、うん、メーカーもね、やっぱりやりたくなくてもやりますと言わざるを得ないと。はい いうふうなことなんじゃないですか。なるほど。はい。そうですね。で、まあ、方や我々を客の立場から、はい、車を買うほど立場から行くとですね、やっぱりまだ EV にも不安があって、はい、やっぱりハイブリッドとか今まで通りのガソリン車がいいんじゃないかなと思って車屋さん行くんですけど、はい、やっぱりなんか、その、補助金とかにいると EV なんですよ、ねはい、なんでハイブリッドとかにはついてなくて、はい、この状況って、 なんか日本政府って、やっぱり EV 推しなんじゃないのかなっていう感じが、はい。いや、間違いなく EV 推しですよね。だから、ハイブリッドはつけずに、まあ、e、EV とか、あとは、あの、AV でもいろんな種類がありますよね。プラグインハイブリッドのやつとか、あの、そういったものには出すけれども、あの、あの、水素自動車か。はい。には出すけれども、まあ、あの、ハイブリッド化には出しませんという。なんでですかって言ったら、もう、ハイブリッドある程度普及してきてるので、 あの、まあ、補助金っていうのは、もう物事を普及させるときに使うもんなんですと。だから普及してるもんにはもうつけませんと。普及これからさせたいものに使うんですと。まあ、政策的に、まあ、それそうなんですね。進めたいところに補助を出すんですけど、でも、そもそも、その、さっき補助金が出てる EV とかね、あの、PHEV とか、そういったところが本当に環境いいのかとか、あと、ね、安全性あるのかとか。 考えたときに、もう外国製のなんか発火とかしてますから、燃えてますからね。はい。もう、全然 <laughs>、安全じゃねえぞ、というふうなところもあったりもするので、うんまあ、これはまあ、国の政策が間違えてるんじゃないの、というふうに、あの、私は言いたいですけどね。そうですよね。あと、まあ、同じように、電気代も最近どんどん上がってきてるで、ね、そうなんですよ。はい。ちょっと本当に、あの、お得なのかどうなのかも。 ちょっと見えなくなってきてるから。そうですね。で、電気なんかもね、結局日本は7割火力で作ってるわけですから。うん。だから、あと、ね、あの、ね、電気をし作るときにも多額の、あの、車両の電気とか使うわけだから、本当にそれでいいのかというところですよ。確かにそうですね。はい。あの、火力で燃やして作った電気。はい。これが本当にエコかと。はい、そうです。そうですよね。ね。うん。確かにエコ風になる気分が味わえるかもわからないですけど、 なるほど。まあ、私なんかも特に長距離移動しますから、そんなね、しかもね、分刻みで動いてるんで、そんなね、何時間も充電とかしてらんないんで、ガソリンだったらもう数分で済むじゃないですか。はい。そういったことも考えないといけませんし、あとこれもしょっちゅう言いますけど、 ま、日本が今ね、世界の 3%CO2 出してて、それをゼロにしたところで、地球の温度0.006度しか変わらないので、はい、そこに血まらこになって補助金出して、なんか、ハイブリッドダメだ、EV だんだ、じゃあ EV とハイブリッドカーで、ね、どんだけ違うんですか、と。ね、e、EV も10年ぐらい乗らないと、ハイブリッドカーより燃費、あの、コスト下がらないんですよ。あの、環境負荷、ね、良くならないんですよ。10年ですよ、皆さん、10年。もうね、ちゃんと数字見て考えましょう、と。 はい、いうことですよね。はい、そうですね。あのー、この辺ですね。あと、YouTube とか最近見てると、まあ、某、外国製の EV の宣伝が、まあまあ入ってくるんですよね, <laughs> すねはい、川井ジルさん使ってね。<laughs> <laughs> つい見ちゃいますよね、<laughs> 女性を。<laughs> そうなんですよ。<laughs> はい、ついついそれにか見てあるんですけど、あれこれ日本製じゃないな。えらいプロモーションかかってるんですけど、うん、あのー、 ね、日本でまだあんまり見ないですけども、はい、外国だと、あんまりそのね、あの、外国の EV とか、はい、その優遇してないような話も聞くんですけど、はいねはい、日本はこれに対してどういう政策これですね、まあアメリカも外国の EV 制限、ヨーロッパもそうですよね、ドイツなんかも前も言ったかもしれませんけど、中国の入ってこないようにしてるのにですね、日本は、あのね、なんか聞いたんですよ、マラケシュ協定っていうのがありますと。 はい。あの、国際貿易機関を作るときですね。はい。に作ったマラスキー協定があって、その、外国製をですね、あの、補助の対象からするのは協定違反だと。いうことを、まあ、日本人はクソ真面みにですね。はい。あの、守ってるので、それには制限かけられませんと。もうこんなばっかりですね。日本ね。で、じゃあ、他の国も協定サインしてるわけですよ。やってんじゃんと。だから、本音と建前で、 ね、あの、やるけど、日本人は、あの、建前でやるので、まあ、馬鹿を見るというふうなところがあるのかな、というふうに思ってますけどね。そうですね。これ WTO 絡みだと思うんですけど、日本ってなんか W なんとか O っていう、<laughs> ワールドに弱いんですよ。ワールドに弱いです弱いですね。はい。なんか他の国は自分に勝手にちょっとね、あの、うん、いろいろ抜けたり入ったりしてても、日本は本当に立義にここも行ってるわけですね。はい。 そうですね。なるほど。はい、今後、この日本のね、車、この産業って結構日本の屋、うん、もねだと思うんですけども。そうなんですよ。日本の産業で一番強いのはやっぱ自動車なんですよね。<う>で、まあ540万人ぐらいの方々がそのま入れたら働いてるというところで、まあ日本一の産業なんで、ここがまあ本当にね、ダメになるといけない、あの、先細りになるので、 まあそれでね、まあある意味自動車産業のために消費税作ってんじゃねえかっていうぐらいですね、ね、消費税の還付金でなんとか持ってますみたいなね、ところもあったりするので、もう本当国を挙げて自動産業をなんとか維持しているにもかかわらずですよ、対外的に見ると非常に態度が弱いと。まあ戦争に負けて半分植民ちゃんでしょうがないっていう人もいるんですけど、まあそんなこと言ってないでちゃんと交渉しましょうよということですよ。で、昔みたいに日本がもう縁が強くて、 ボロ儲けしてて貿易黒字出しまくってますというなんだったらですね、ちょっとは遠慮しないといけないのかなってありますけど、今ね、エネルギーとかもバコバコ買わされてるしですね、はい、決して日本が全部黒字だというわけではないので、日本が黒字を取れる部分がやっぱりこの自動車とかなのでね、ここのところはやっぱりきちっと守っていくという意味でもですね、戦略的にやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。まあ やめろとは言わないんですね。EV もあってもいいと思いますけど、でも日本が本当に、日本の自動車会社が得をする方法で、日本国民が儲かる方法で、日本の中小企業が喜ぶ方法で政策を進めないと、国際協定だとか、環境保護だとか、いいんですよ。国際協調大事、環境保護も大事。でも、自国の国民の暮らしが一番大事なんで、それを犠牲にしてまで国際協調とか環境とかやる必要がないと。 優先順位間違ってますよっていうのが日本政府の私政策だと思うので、そこはですね、まあこれからも声を、あの、お題にして言っていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。この EV の問題には、その、本当にそういう問題が全部集約されてますね。そうなんですよ。EV だけの問題じゃないんで、これ全ての政策に共通する問題点が、この EV の問題にね、こう、凝縮されてますから、ぜひ、あの、こういった問題ね、あの、他人事と思わずに、私車乗らないからじゃなくて、 日本の政治の構造的な問題がここに集約されているのでぜひそこを皆さんに理解してもらいたいなと思ってますはいよくわかりました、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたどんなに未来が不安でも希望の光は必ずある手と手をつないで明日へさあ共に歩幅